What's going on, ladies and gents in Cyberland? Coming back to you with another gameplay of Ghosts of Tsushima. So we're gonna continue over here and then some. Oh, we got a spot right here too. Ooh, upgrades, nice.道中気をつけ。お役に立つと良いのですが。
ユナに話を聞いてみれば。できることは妹を殺しまくる侍がいるらしい。ユーモの男がその目で見たって。うちの道具を見ていってください。うちの鎧はもうこの武器にも負けません。もう鍛えられません。ああ、素材を十分にお持ちでないようですね。礼を言う。そうか、対馬は高麗と本土の中間だ。ここを拠点にして早くご覧ください。
材が足りないようですね。助かった。俺の話を広めておるな。聞きたい言葉を言ってやるのさ。噂は広まってるよ、フロードの。お主が言い始めたデタラメではないか。フロードの力は信じてみんな村に残ってんだ。武士の力ではないのだな。武士とフロードさ。お従えが自由になれば、皆おとぎ話から目を覚ますぞ。どうかな。タカは仕事に精を出してるよ。あんたのために必死だ。様子を見に行くとするか。志村様を助けるのに手を貸してくれる人は見つかった？まあな。石川先生と足立政子殿が生きておいでだ。お二人とも人を追っていらっしゃるが、ご助力くださる。年寄りの弓取りとやもめの武士、それで足りるの？杉笠衆にも会いに行った。頭は古い馴染みであったぞ。じゃあ人手は十分に集まったんだ。お主はどうする？さあね。今の切れ味でご満足ですか？酒井様、十分な素材をお持ちください。では縄の先に鉄の鍵を仕込みました。壁登りや谷渡りに役立つかと。丈夫なのか？手前で試しました。おすすめを、鍵縄です。良いものだが、鍵ができた。いえ、とんでもない。俺は姉さんと家と鉄だけで、満足なので。痛み入るぞ。ジン！どこにいる？
地方を探し回ったんだぞ。仲間が猛虎に捕まっちまった。叔父上の救出が難しくなるな。ジン、手を打たないと仲間がやられちまう。叔父上も囚われのままだぞ。場所は矢立砦の近くだ。よし、分かった。策を考えてみよう。手下は砦の近くだと言ったな。どこか分かるか。ああ、実は砦の中の檻だ。砦は崖の上。いかにして助けるつもりだ。戦える奴はまだ残ってる。近くの夜槌で待たせてんだ。足りると良いがな。行くぞ。手下はなぜ捕まった。あの地図覚えてるか。補給路が記されておったな。飯はあったか。ああ、万平付けだったけどな。なれど精鋭を連れておったのだろう。まんまと生け捕りにされちまった。逃げ延びたのは俺だけだ。生きておるとなぜわかる。昨夜あいつら歌ってたんだよ。うん、猛虎が歌を許したと。意外だよな。上手だったのだろう。このまま浪人をやめてはどうだ。好きでやってるわけじゃねえ。刀比べで負けたからだろう。ああ、長尾家の刀比べ。それがどうかしたのか。覚えてるか。の連中が刀比べを見に来てたんだ。それなのにお前は本気で撃ってきて目が折れかけたぞ。加減すれば誰もが気づいただろう。だからって本気で撃つか。負けるわけにはいかなかった。俺ごときにってことか。そうは言っておらん。マネのいいお前と違って俺はあの刀比べで腕前を見せてどこかの武家の老頭になろうと狙ってたんだ。俺のところに来れば話を通してやったものを。お前に頭を下げろって。嫌だね。俺は一人でどうにかしたかった。なぜ早く言わなかった。なんでだろうな。お前かつてクロードと呼ばれてたぞ。酒井様より出世したな。どうした、お前より名が知れて不安か。ヒロと心臓は逃げたよ。もう戻らんだろ。あいつら逃げただと。俺の苦労が水の泡かよ。捕まった手下を救うならこの数で十分。戦や病や上で死んだ奴はいても逃げる奴など弱いのだ。お前に非はない。他に逃げたい者は。ほら落ち着け。時期暗くなる。出発はできそうか。手立ては道中で話そう。よし、てめえら行くぞ。砦に入る道は一つだが守りが固い。忍び込まねばならぬだろう。
崖の見張りが手薄だ。崖を登り壁を越えよう。何？お前は猿か？役立つ興味がある。敵とは任せろ。うまくいけば呪しを上げる。攻め入りの合図だ。猛虎を挟み撃ちってわけか。見ろ、やはり策があったな。崖に続く道を探す。のろしが上がるまで隠れておれ。おい、ジン、死ぬなよ。越えられんか。だが鍵縄を使えば行けるはず。Well, ladies and gents, I hope you enjoyed the show, and I will catch you on the next one. Ciao.